人のうめき声だ。勝負しろ。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から紫電一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。得させるわけにはいかぬ。こちらの精鋭を出せ。
誰かが切り倒して渡ったような。古賀が連れてきた猛虎だ。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ、新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め、昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。おじ上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。早い。技のみでは俺には勝てぬ。
かような才もがあろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。
Negum Bell. Yasum Bell. Yeah.
Huh?
勝負！
おい、ウドクさん。サムライゴールショット。Чин харву! Ой! Удоу кэгсэн харда!
perdiu. Vixe! Ocho! 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 Jin! 勇気を持って敵を見据え、虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。ばかりか。やあ、ユチコは手に入れ。あ、足や。足や。やぶちょOh!
待たせてしまったな。あのまま死ぬのかと思いました。恩に来ます。もう行け。どこかにかくまってもらえ。そんな場所ありません。猛虎はこの近くの辻で待ち伏せして通る者を捕らえてるんです。案ずることはないぞ。任せておけ。